くん、はい、こうやって動画で一緒に喋るのは初めて。そうです ね初めてですね。あんまりね、東京と大阪でね、普段絡むこともないし、ね、はい、なんか新鮮ですね。そうですね、うん、今日はね、何の会でしたっけ。今日はオーダーについてですね。あ、オーダー、はい、1月からオーダーが始まる、はい、オーダー会始まるから、はい、オーダーのそれぞれのこだわりについて、はい、まあ、話していくっていうので、はい、まあ、よかったら最初よろしいですか、うん、中村くんの方から自身のこだわり。はい、はい、僕自身結構こう製品で、既製品ももちろん選んで着ることも多いんですけど、うん、体型的な悩みの部分で身長180でウエストが極端にこう細いんですよ、うん、で既製品着る際にウエストをこう15センチぐらい詰めないと合わないっていうところがあるので、うん、羨ましい。よくありがとうございます。15センチ詰め、はい、すごいね。まあ、細長い体型なんですけど、うん、オーダーもオーダーを着る方がどちらかというと多い体型にして、うん、でまあ、その中で こだわりっていう部分に関しては、割とこうスーツのジャケットは着丈長く着たくて、うん、でまあ、その先ほどの悩みからウエストはズバリでこう上げてくる。着丈は大体どれぐらいで合わせて、基本リングジャケットでこう下尻隠せる、隠すぐらいが推奨ですよって言うんですけど、うん、そこにこうプラス 1.5 ぐらい長い、シリスを隠れる長さがプラス、はい、プラス 1.5、はい、うん、でこう歩いた時のこう揺れ感であったり、こうサイドベンツからの出るあのドレープが非常に気に入っているんで、うん、少しこう長めに取ることが多くて、うん、でその他のこう細かいこだわりで言うと、ほぼほぼ、まあ、スーツもしっかりなんですけど、全部こうダブルステッチを入れていたりであったりとか、まあね、パンツは全部こうアジャスターつけたりとか、うん、ちょっとまあ細かい自分なり のマイオーダーではないですけど、好きなディティールをふんだんにこう取り入れて自分だけの一着っていうところにしてます。サイドアジャスターで、はい、大体もう2プリーツ、2プリーツですね。うん、確かに。でもまあダブルとかでね、はい、ウエストの絞り位置から着丈が長い感じで、はい、かっこいいですね、はい、エレガントで、はい、でダブルステッチで入れると、はい、ちょっとスーツでも、はい、ちょっとこうスポーティーな感じ。そうですね、足元も、はい、遊べるし、もう言いたいことを全て言っていただいて、そういう狙いで、はい、さすがです。どうですか、デミさん。いや、僕はまあでもあんまりこうなんか細かいこだわりは正直あんまりないんですけど、はい、まあまず生地、はい、生地が、まあ、あんまりこう特にスーツだと、はい、使ってその経年劣化っていう見え方じゃなくて、はい、使っていくうちに経年美に変わってくるような、はあはあはあ、まあ、例えばまあ今日着ているその、はい、ちょっと重ためのアイリッシュリネンとか、うん、まあ、こう着込んでいくうちにこう、まあ、変化していくのがこういい雰囲気になっていくような生地を、はい、まあ、スーツに関しては、うん、そういった視点で生地選びやってるのと、はい、あとはモデルは大体僕はもう基本もシングルばっかり でシングルの中でも、まあ、一番襟幅の広いモデル、はい、うん、で、まあ、上半身ちょっとこう、まあ、僕まあぽっちゃりしてて厚みがあるんでまあちょっとその襟幅広いものがまあバランスがいいのではないのかなっていうので、まあ普段からよく選んでますかね。あとパンツに関しては、まあ、はい、中村君と同じように、はい、サイドアジャスター、いいですよね、うん、で、まあ、2プリーツ、僕はもうアウトプリーツのモデルばっかりなんですけど、まあ、そこからさらにちょっと股上を、はい、限界値までちょっと深くして、はい、まあ、上着のそのボタン位置とパンツの、はい、ウエスト位置が、はい、まあ、大体まあ同じ位置に来るぐらいの感じで、パンツの股上を上げてやって、はい、あとは、まあ、裾幅もふくらはぎ当たらない程度にちょっとこう広げて、はい、っていうのがまあ毎回僕がやるこだわりですかね、うん、結構僕もその先ほどの裾幅の点でいうと足大きいんですよ、うん、だいたい8ハーフとか履いてて、でシューズ大きいとこう裾幅攻めてると足だけ大きく見えてしまうっていうのがあるので、そこもこう注意して履きたい靴合わせたいシューズによって裾幅変えてたりするので、うんうん、その要望を飲んでくれるのがオーダーのいいところ、うん、スサーバーとね、はい、シューズのバランスって、ね、はい、一番大事ですよね、はい、そうですね、うん、僕なんか逆に足が小さいんで、あ、そうですか、スサーバー広げるのも基本的にはもう一番広げても 19.5 センチとかで、それ以上になってくるとシューズのサイズが僕5とかなんで、はい、
足元だけ極端にキュッとちっちゃく見えてしまうので、だから 19.5 ぐらいまでのこの広げ幅でだいたい調整してるというので、やっちゃってますね、でもそういうこう自分にないこうオーダールールというか、あのこうね、自分がしないオーダーのやり方を取るのを見るとこうなんか感化されるというか、ね、でもね、本当にね、自分のこだわりをなんかね、はい、こう詰め込んで作れるのもなんかオーダーの、ね、魅力で、自分の中のそのマイルールを、まあ、なんかこう服をね、こう回数重ねて作っていくうちに、はい、まあ、自分のルールもこう更新してやっていくっていうのもすごく魅力的ですよね、うん、はい、もう言いたいことすべて、いや、置かないいや、言っていただいてるんで、まあ、その通りだなっていう、もう次逆にその春夏、はい、こんなの作ろうかなみたいな、いや、もう今作ってる最中ですね、もうあの依頼してる途中で、形はまたダブル、ダブルで、生地はどういう感じ、モヘアのモヘアコンの生地を作ったんですけど、まあ同様でというか、あの、まあ、少しこう今回のものとは変更点いろいろかけてるんですけど、まあ、それがどういう風に仕上がってくるかっていうイメージ段階なんですけど、それを想像してるだけでも楽しい、その待ち時間もオーダーって含めて全部楽しい部分ではあるんで、非常に次の春夏も楽しみですね、はい、僕もモヘア作ろうかなと思ってるんで、はい、まあ、できたらね、また機会があれば見せ合いましょうよ、はい、っていうので、はい、まあ、今日はこの辺で、はいはい、ありがとうございました。